日本航空472便、南丸いヨーロッパ線、10時45分日本時間、ハイジャックされたということです。墜落事故に続く日航機乗っ取り事件。急にボンベ出てあのアナウンスが終わった時に、あの急に男たちが 4,5 人出てってすごい歓声を上げて一人ずつ入ってったんです。ですぐハイジャックと分かりました。これあとスタートにしようとスタートにしようと同じでこっちに出なくしよう。5人の犯人は日本赤軍を名乗り、日本に拘留されている仲間ら9人の釈放と乗客の身代金600万ドル、およそ16億円を日本政府に要求。時間の経過とともに乗客と乗員151人の安否が気遣われました。何を触ってもとにかく暑いですよ。あったかいところじゃない、暑いですよ。何を触っても前のシートの後ろ触っても暑いですね。テーブル触っても暑いですね。皆さんも2回ゴロゴロ倒れてしまいましてね。私もあと30分だったらこう意識不明になったと思いますよ、あの状態では。政府は犯人の要求受け入れを決定。刑法の緊急避難の精神にのっとって釈放の決まった日本赤軍6人が特別機に乗り込みました。拘留中の犯人が釈放されたのは2年前のクアラルンプル事件に次いで2度目となりました。衛星中継で緊迫した犯人とのやり取りが送られてきました。釈放犯と交換に乗客の一部が解放されました。乗客と乗員全員が解放されたのは事件発生から134時間後のことでした。後を追うようにして起きた西ドイツの乗っ取り事件では、西ドイツ政府が犯人の要求を拒否して強行作戦で乗客全員を救出。日本政府の取った措置と際立った対照を見せました。